を広げていくっていうことがやはり知りたいところです。もう一つはやはりこのデータを使って、まあ、市民自体が学習テストを賢くなっていくというようなところも一つ重要な課題だと考えます。でその一つ、前でやってきたプロジェクトの例として、まあ、その、国語学教育学科、そうやってやっている研究について、ご紹介します。でこれは、我々の人文学データ共同センターが、人文学データの分解を促進する方法ですけれども、まあ、これは、国語教育研究所と、まあ、我々の国立研究所の研究所と一緒に、取り組んでいるものです。で今日、国語教育の方ではですね、日本語の教育の時期、
表現方の返事を募集しますので、ぜひ Web サイトをご覧ください。ありがとうございました。ゲノムデータ解析支援センターの野口です。よろしくお願いします。我々のセンターでは名前の通り、ゲノムデータを扱っておりまして、解析支援を行っているということで、大学とかいろんな研究機関の研究者の皆さんがお持ちのゲノムデータ、これをバイオインフォマティクスの技術を持って世界に進出し、そのための解析技術を研究するセンターになります。具体的にはゲノムローカーどういうデータかということなんですけど、皆さんご存じのように、生物っていうのは動物、植物、同じ生物ですね。どんな生物だっても細胞の中にゲノム DNA を遺伝するんです。あと細胞の中には DNA 以外にも、そこから転写される分子産物ですね、 RNA なんかも存在します。これを生息地域で生息したデータがゲノムデータということになります。でも生息地域自体にはいろんなものがあって、例えば DNA なんていうのは写真の体重とかも、そうしてあるんですけど、これは UNO で現在使われているのは DNA シーケンスなんです。
他の年度は、箱根の11課題で、支援員がありまして、ちょっと中身についてまだ解説中なのでお話できないんですけども、ちょっと正直としてもかなり幅広く、ちょっと本人より、今感じるより、職業ですとか、例えば、住宅生活とか、非常に邪魔しておりますよ、解説がありますで、まあ、来年度も引き続き解説を続けていくわけですけども、
まあ、システムの、あの、アウトプットの、その定常的な予測、まあ、スリーセンスとか、そういったことを進めていけるような、その、まあ、方法論というか、ものを、提示していけたらというふうなことを考えているところです。で、まあ、現在、その、まあ、我々はその、高等を研究しているところがあります。その具体的なテーマっていうのは、その、外から、まあ、聞きいただきたいという立場にあるので、そこで、まあ、その、相談の窓口というのを開きまして、で、まあ、まあ、ホームページを立ち上げまして、で、まあ、メールとかで、あの、設計をしているんですが、まあ、対応させていただいて、で、まあ、あの、我々の持っているノウハウの提供で、まあ、解決するような問題もあると思いますし、まあ、あの、これからその、新しい方法を開発しないといけないというようなテーマが来ましたら、それをまあ、共同研究として、まあ、実施させていただく、聞いたら、どう考えますか。まあ、もちろん、ノウハウの提供で、まあ、解決しそうな問題でも、実際、その、我々が提供した情報では、あの、まあ、あの、統計的な考えに詳しくない方がいらっしゃると思いますし、まあ、そういった場合にはですね、まあ、共同研究として、まあ、実施させていただいて、より、まあ、情報交換を進めながら、じっくりと、まあ、技術を用意している、じゃあ、状況で、まあ、現在、その相談を受け付けているところです。まあ、これまでの実績、まあ、これはそのプロジェクト始まる前から、まあ、やっているの文章ですが、まあ、先、あの、前の講演とかでも、あったかもしれませんが、解剖室シミュレーションの、まあ、パラメータを推定するですとか、あとは、あの、ヘルスケアさんとの共同で、共通化の年代という実習を開発したりですとか、あとは、防災派遣との共同研究で、まあ、いろんな、そのシミュレーションのある、あの、入力と出力の関係があるもとで、将来の気候変動を予測するですとか、そあとは、あの、社会データと申しますが、人の動きについてのデータとシミュレーションから、その、人の動きを推定するといった、まあ、動きを重要な、応用分野で研究を進めています。で、これは、まあ、あの、大学研究機関との共同研究を、まあ、ここに出しているのは、あの、大学とか、あの、研究機関との、まあ、共同研究なんですけれども、実際には民間企業との共同研究も、まあ、受け付けていますし、現在進行中のもあります。一つは、まあ、民間企業との共同研究ですと、あまり、あの、公にすると、不幸な場合もあるから、まあ、いけないというだけで、実際、進めているものがございます。まあ、そういった形で、本プロジェクトでは、その、データ融合計算、まあ、同じデータ同解、データ解析に関する相談を受け付けてまして、まあ、別に、あの、お金とかは持ちませんので、というか、まあ、相談受けるだけでしたら、特にお金持ってませんので、お気軽に、お申し込みください。で、まあ、あの、まずこちら、返信がありますので、もし、その、ご興味がある方がいらっしゃいましたらですね、ご相談をいただければと思っています。以上です。ありがとうございました。ここまでに3人先生方にとても面白いお話を聞かせていただきまして、さて私は何を喋ろうかと思って、考えてきたんですけど、まあ、最初に、まあ、指導宣告をしていただきまして、じゃあその中でどういうことをやっていこうかという話をしたいと思います。あとですね、いろいろ共感するお話がありまして、私、理系なんですけども、国語は大嫌いで、大体なんで本当に干渉文とか、ね、何なのか知ってくださいのか、なんかよくわからなかったです。もう一つ、日本の多分、あと一生懸命生じる方というのは、日本の多分教育システムって多分できることを取り残していると思いますよ。おそらくこの中の数いる皆様とのかなりの部分が、実は落ち込まれたんだと思います。本当に目指すのは目指さない教育システムが、日本を騙してきたかなという気が。調べることができれば、まあ、この人のこの辺が、まあ、それやると死んだらできないんですけども、まあ、この辺の人の管理者が死んだらとかっていうのは、かるのか。で、それの2番というのは、今、ゲノム病室の医療、紹介診断ということで、実際にこのような中で使われようとしています。まあ、スキャンとしてはそんなもんですね。もちろん、その情報を使うものっていうのは、重要問題として、残っていると思います。
で、私が喋るのが、まあ、以上の幕でございまして、で、データさんを引き取りをしなくてございます。で、今ご覧いただいているスライドはですね、これ、社内通知を尋ねることにまとめていただきましたが、この機構が、発足をしてから第1期、第2期で、まあ、どういうことをしてきたかということを簡単にまとめました。で、基本的にはですね、これは、まあ、情報学研究所があり、理学研究所があり、直視研究所があり、統計数理研究所があり、まあ、世の中の、まあ、共存常識で考えると、どんどん一緒になったって何も起こらないし、というのが始まりますね。で、それをじゃあ、どうやって集めて、それを丸ペダにして、新しいものを作ろうとすると、じゃあ、このスライドやってください。で、実際にいろいろ新しい成果も出てきたと思いますし、まあ、最終的には現在大学で、データサイエンスという学校で、次のステップを目指しているという、まあ、そういう状況でございます。で、じゃあ、まあ、こういう活動をして、結局、何ができてきたかと言いますと、